孫達洋は、リザプロ株式会社代表取締役、オンライン予備校、クラウド先生代表も務める。早稲田大学政治経済学部在籍中。受験生時代に問答無用で、国立大学を受けさせようとする学校の指導に疑問を感じ、独断で2月後半に、国立入試のある中国へ単身で向かう。そこで受験した、聖華大学、北京大学を受験し合格した。 しかし、自分のやりたいことを達成するためには、早稲田大学の方が優れていると考え、両大学の入学を辞退し、早稲田大学政治経済学部への進学を決意。在学中、大学の学習環境には大いに満足したものの、周辺の大学生に、大学受験終わったらもう本気になれることないよという悩みを相談され、日本の受験システムに改めて懐疑的になる。 2019年、なぜ大学に行くのかということから考える塾が必要だと感じ、オンライン予備校、クラウド先生の前身を設立。当初は10人単位の小規模な塾であったが、初年度から慶応義塾大学、法政大学をはじめとする名門大学に合格者を輩出する。2020年にリザプロ株式会社を創設し、オンライン予備校、 クラウド先生と解消。創設1年にして150人を超える申し込みを獲得している。また2021年に当時日本唯一の英検専門オンライン予備校、クラウドイングリッシュを設立、複数のオンライン教育事業を運営するクラウド教育グループの代表となる。クラウド先生北京。 聖火大学を蹴った19歳の現役早稲田生が作った日本一生徒に本気で向き合うオンライン予備校 PR タイムズ早稲田生が作ったオンライン予備校クラウド先生が生徒数150人達成 ICT 教育ニュースクラウド先生ウェブサイトありがとうございます